それは死活問題だがこの状況じゃ手に入れるのは無理だおっしゃる通り状況はクソっタレだなまったくそういや昨日の午前からだったか巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえかろくに飲まず食わずで何より寝てねえまあ幸い壁は壊されてなかったんだから ひとまずは休ませてもらいてぇもんだ昇格の話はその後でいいライナうんいやそんくらいの働きはしたと思うぜ俺たちはあのわけの分からねえ状況下でよく動けたもんだよ兵士としてそれなりの評価と待遇があっても,もいいと思うんだがな ライナーさんよ何を言ってんだあんたおなんだよ別に今すぐ隊長に昇格させろなんて言ってないだろうそうではなくてだなああそういやお前らあの大砲どっから持ってきたんだよあの時は本当に助かったぜそんでもってその後のクリスタなんだがあれはどう見ても俺に気があるよなおい 実はクリスタはいつも俺に対して特別なおいう。てめえふざけてんのかは何何怒ってんだよエレン俺が何かまずいこと言ったか殺されてんだろ普通にそいや待てよエレンありゃどう見ても普通じゃねえよそうだろベルトルさん 何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよはライナー君は兵士じゃないだろう僕らは戦士なんだから。 何を <laughs> おい何でマルコが食われてるああそう。